こんにちは、フルーティーんの立花正和です。今日は2017年度全日本吹奏楽コンクール課題曲フルートパートの解説を行っていきます。今日はその第3回目、課題曲3番インテルメットの解説をしていきたいと思います。それでは早速始めていきたいと思います。この曲におけるフルートの役割っていうのはですね、マーチで華やかさとかね、軽さを添えるものとは全然違って、フルートが出せる音っていうのを そのまんま使った場所っていうのが一つもありません。これはですね、えー、他のパートも全部そうで、例えば一つの旋律をとってもですね、フルートが吹いてたら必ず他のパートもどこかで同じメロディーを吹いています。そのフルートと、例えばサックス、えー、その二つの音が溶け合わさった音というのをそこで演奏しなければならないということです。これは本当に曲の最初から最後までいろんなパートがこう、組み合わせを変えて、 その組み合わせで音色をいろいろ変化させて演奏していく曲と思ってくださいフルートと例えばクラリネットが溶け合わさった時の音を知っているかどうかフルート、オーボエ、クラリネットこの3つが溶けた時の音はどんな音か木管楽器全体が溶けた時はどんな音かそういうものをこうひたすら求められていくんですねですのでこの曲に関してはですねフルートパートの解説だけをしようとすると ちょっと難しいことになってしまうんですね。なぜならこの曲をうまく吹こうと思ったら絶対に他の楽器と一緒に演奏して曲を作っていかなきゃいけないからです。ですのでこの曲を演奏するときはなお一層ですね。自分の今演奏しているパートが一体どこのパートと一緒に演奏しているのかスコアを見ておくことが大事かと思います。まず冒頭なんですけれどもフルート1番の方はアルトサックスと一緒の 旋律を吹いていてますね自分を主張することなくお互いがしっかりこうね寄り添って一つの音を作り上げるつもりで演奏していかなければならないんですがフルートもやはりですね音色は柔らかい音色で吹いてあげるべきですね。2> で2小節間オーボエとアルトサックスがメロディを演奏して5小節目からはフルートとクラリネットで 演奏していくことになりますクラリネットですから本当にこう柔らかい音でね自分がこうクラリネットの音を出しているぐらいのつもりで柔らかいネ色ルを作ってあげてください7小節目のこのクレッシェンドは音量の増加っていう感じではなくてデスの音に少しちょっと緊張感を持たせるような そんなつもりで吹いていくと、うまく次のメロディーにつなげることができるかと思います。そんな感じでですね、1以降も、いろんな楽器がこう入れ替わり立ち替わり、アンサンブルの音色をこう変化させながら、一つのメロディーをこうずっと続けていくことになります。3の4小節目にあるこのクレッシェンドなんですけれども、スコアを見ると、クレッシェンドしているパートと、ディミネンドしているパートがあることに気づくと思います。 星名さんの解説にある通り、えー、このダイナミクスが違うのは、ネイルのコントラストを意図しているというところです。つまりですね、これは音量が変わるのではなくて、今までメロディを演奏していた楽器から、えー、グラデーションのように次の楽器にこう移り変わる、そんな場面です。ですので、金管とね、一緒にデミネンドしてしまわないで、しっかりこう楽器に書いてある通り、クレッシェンドをして、33小節目からこうメロディを吹いているパート、 それらの楽器でしっかりそこの音色を作るようにしてください。33小節目のファーストのこのラの音もメゾフォルテって書いてるのはかなりこれ意図して書いてると思います。決してこの音だけを抜き出してこう主張するのではなくて周りの音に溶けるようにこの音をちゃんと処理してくださいっていうことなんだと思います。このラフラットの火指としてはですね通常のラフラットの指に右手の中指と薬指を足す っていう方法があります。まあ、音が上ずりにくくなるのと、多少このラフラットが当たりやすくなるかな。なので、まあ、もしかしたらこのメゾフォルテ程度のね、音量を出しやすくなるかもしれないので、できたらぜひ試してみてください。細かいことで言えば、 5の4小節前。こちらはですね、フルートにはディミネンドはまだ書かれていませんけれども、他のパートは5の4小節目の3拍目からディミネンドが始まっています。フルートは5の3小節前の2拍目からなんですけれども、やはりこれもですね、先にそうやってディミネンドする楽器を作ることによって、ネイルを変化させたい。先ほど言ってたそのネイルのコントラストですね、えー、それを狙っていると思います。 ここも同じく5の4小節前、他のパートに釣られずにしっかり音を伸ばして、ディミネンドが書かれているところからディミネンドを開始するようにしてください。5の2小節前のフルートファーストの方は、この S の音、ちょっとね、明るめな音を狙ってずっと最後のね、方まで音程が下がらないように息のスピードをキープするようにしてください。目安としてはね、パーカッションのグロッケン、えー、ビブラフォンだったかなその音としっかりこのミーフラットを合わせること。 打楽器の方とね一度必ず合わせるようにしてておいいください5からの、この5連符から始まるメロディーなんですけれども、これはですね、えー、いろんなパートが8の直前まで同じことを繰り返して吹いていきます。これはですね、バンド全体で必ずこのフレーズのニュアンスっていうのを統一するように吹かなければいけないんですけれども、57小節目から来るこのオブリガード。これが、まあ、あの、星名さんの解説であった、 歌のある曲、えー、まさにそのメロディーじゃないかなと思いますこのメロディーの頂点は60小節目の頭にあるこのランフラットについてるアクセントここなんじゃないかなと思います6連符をクレッシェンドで吹いた後、フポルテピアノで一度レがこう小さくなりますけれどそこからまたこうエネルギーが湧いてきて59小節目でこうちょっと弾みがついて60小節目の頭に着地して収まっていく そんな流れなんじゃないかなと思います八からのね、えー、このテヌートのついている音、えー、しっかりこの音を保っていきましょう 1> 1から83まではディミネンドが一切ないので、8で入った音量をキープするように、むしろね、こうクレッシェンドしていくぐらいのつもりで、83まで持たせてください。で、9からはまた冒頭の階層になっていくんですけれども、自分がフルートの音だけとして主張するところは一切ないので、しっかりこうアンサンブルを作っていってください。最後の4小節間、えー、ここでようやくフルートだけのアンサンブルが出てきます。 ファースト、セカンド、それから、まあ、ピッコロのね、持ち替えのフルートで、しっかりこの4度の和音を作っていきたいんですけれども、もしこれを純正率で取ろうとしたら、ファーストの方の聖の音っていうのはですね、これ第3音になります。もしこれをね、純正率で取れる方は、ぜひですね、聖の音をえー低めに取ってみてください。そうするとですね、この曲が最後にアスズワでしっかり終わることができます。ぜひ、このね、純正のハーモニーを作れる方、 チャレンジししてみるといいかもしれません最後にですね、えー、この楽器の重なり合いによる音色の変化とか響きの違いを利用して、えー、曲を書いていた作曲家がいますフランスの近代の作曲家で、えー、クロード・ドビッシーっていう方なんですけれども 僕がこの曲をだん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 ね、こう理解していくにしたかって、なんか本当にドビッシーに似てるなーっていう印象を持ちました。で、そのドビッシーが書いた名曲の一つで、ボクシンの午後への前奏曲っていう曲があるんです。その曲もまさにこの楽器の音色を本当にうまく使って幻想的な雰囲気を作っているんですけれども、 なんとなくその曲の構成の仕方もその牧師の午後への前奏曲とちょっと似ててでしかも曲の題名がインテルメットだからもしかしたら星名さんはこのドビッシーをリスペクトしてえ前奏曲に対してまあ間奏曲っていう題名をこの曲につけたんじゃないかなとまあちらっと思ったりしています牧師の午後への前奏曲はオーケストラの曲で非常にこう捉えどころのない幻想的な 雰囲気の曲なんですけれども、インテルメッツを初めて聴いた方もきっと同じような印象を持ったんじゃないかなと思います。ぜひですね、えー、参考までにドビッシーのボクシングの午後への前奏曲っていうのを聴いてみるといいかと思います。きっと何かね、新しいイメージが湧いてくるんじゃないかなと思います。以上、参考になったでしょうか もし参考になったら、ぜひグッド評価よろしくお願いいたします。この動画ではまだまだ皆様からのフルートに関する疑問や質問にお答えしていきます。メルマガの Q&A コーナーや YouTube のコメント欄、LINE アットなどにどんどんお寄せください。お待ちしております。毎週金曜日発行しているメルマガでは、毎週寄せられるフルートに関する疑問や質問に全てお答えさせていただいております。もしもっと勉強したいという方は、ぜひこちらから登録してみてください。よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。 それでは。